どうもハナキンカップルでーす。はい、今日はですね、なんとあの有名なヨーデルの森に行きたいと思います。誰が知ってんねん誰が知ってんねんその森失礼なこと言うなリコがめちゃくちゃ行きたかったとこな。そうそうそう、みんな知ってますか。何でもあんねん、まず多分情報によると、情報によるとな。なんでヨーデルの森に行くかっていうと、うん、釣りをしたかったんですよ。そう、それを探しとってな、もともと。そうそうそう、しかも動物がな、死ぬほどおんねん。多分アルパカとかシバスベリとかゴーカートとかもあったりして、あとなんかパンも作れたりするかもしれない、ワンちゃん。小学生が喜ぶとこやんそれ。もうほんまに楽しみやねん、リコ。おにぎりとかもね、持ってきたんで。ピクニックやな、ちょっと遠出の。今日はね、お互い動ける格好で来てるんでね、はしゃぎましょう行ってきます。はい、到着したんですけどね、ついてうんこ行きたすぎて、うんこ行ってたらリコとはぐれました。どこいるんでしょうか。あ、おった、いました、いました。お姉さん、念願のネモフィラあったやん。あ、晴れてる、綺麗。今年見れへんと思っててんな。な、行きたかった言ってたもんな。え、待って、靴これできちゃった。何してんねん。ミスった。車の靴やんそれもういいかな、これで。おい、あかんわえ、どういう状況なんこれ誰が来た。みんなこれ餌くれると思ってんのかな。え、リコ亀使いめっちゃ集まってきた。どうしたん、すごいことなってるやん。なんか訴えてんで。行きたいんかな。行きたいん。もう注意でこっち。注意で。ヨーデルの森入りまーす。なんか俺そこ手出すとこちゃうねん。マジで人おらんやん。ほんまに森やん。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。荷物を。めっちゃ乗りたかったやつこれ。リコ乗ってく。え？係員はお呼びください。すいません。係員はお呼びください。すいません。係員さんおらんくて乗っていいんかなと思って乗ったら、ブザーみたいなのが鳴ってる。完全に壊れました。はい、我々がね、壊したわけではなく、たまにエラーが出るとのことでした。直してもらいました。はい、乗ります。出発20年ぶりよ。いやー楽しいな、のどかやな。マジでさ、誰もおらんねん。ほら自由に乗っていいねこれこれ5周とかしたらどうする。ほんまそれな。もうここの取れ高はない。取れるもんはない。終わるか。頼む頼む、2周目で終わってくれ。行くな。え、行ったんちゃう。うわ、3周目や。3周目行ってるやん。これ今日の動画ここで終わるやん。ここでエンディング。エンディング止まる。さすがに3周目は止まるやろ。危な。いったん持たない。今初めて。やばいやばい、またや。え、まじ。はい、あの音は店員さん呼んで無事回避できました。リコアザラシやん。アザラシまでおるってめっちゃすごくない。リコペンギンもおんで。え、めっちゃ日光浴してる。めっちゃ近くで見れるやん。こんにちは、こんにちは。あったかくて気持ちよさそう。泳いでる。寝てはります。寝てんの。ほら、めっちゃ早い、目つぶってるだけある。次行きましょうか。次行きましょう。リコ、ん、上がってみ、なんかおるぞ。うん、おやつコーナーやって。え、おやつあげるんで。こういうのもさ、もう自分たちでやってたいで。はい、あ、これで変わるんや。おやつ決まってんや。これがヤギで、カピバラ。あ、ほんまや。アヒル。とりあえずヤギにあげる。目合って止まってる。リコと目合って。え、止まった。あ、来た。ちょっと待ってね。おーおお、揚げも。あ、直接手で揚げたらあかんねん。あれや、あのスコップや、リコ。あれか。これでも一気に食べちゃうよな、一人が。誰にあげようかな。うわ、すごい。意志の強いあなたにあげよう。おー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 、ちょっと怖い。あなた
たもん、木が刈られたてで寒そうやから。はい、すごい。おー、力強い。はい、みんな一斉ので、ごちそうさまでした、バイバーイ。楽しい。何でもおるやん、なんか、なんかなんやねん。うわ、タツヤおった、タツヤおった、ちょっとタツヤの餌も描いた。じゃあタツヤ探して、探しましょう。おったおったおった、タツちゃん、でっか。こっちや、こっちや。どうもー、ハヌキンカップルです。すごい近い。口開けて、は、はや、はや、はい、ちょれ、はい。お、違う違う。スコップ感で、ハル。はい、よいしょ。違う、違う、違う。ヘリコが悪い、今の。ちょっと解散ちゃう、これもう。だいぶ仲悪いわ。びっくりした、びっくりした、びっくりした。上手に食べて。あ、もういらんの。お邪魔しました。お邪魔しました、失礼です。はい、なんか馬とかカンガルーもね、発見したんで、たっちゃんもね、動物に。小動物とかあかんねん。俺はもうこのでかいやつ。乗馬もできんで、リコ。え、やりたい。やろうか。でもリコ見て、これ1時半から3時や。あ、邪魔だよ。後から来よ、これ。後から来よ。じゃあ馬に挨拶だけしとこう。挨拶だけしとこうか。いよ、立ち上げる。怖いんじゃん、ちょっと。え、ちょっと誰もおらんの、与え方。与え方はそこに書いても。はい、じゃあとりあえず、よし、行きましょう。上げ方、直接指や手で与えないでね、だけです。やばいやん、ちょっと待って。噛まれるととっても痛いですやって。でもとっても痛い、手ちぎれるとかはないんや。え、めっちゃイケメンおるやん。ハーフ。ちょっとイケメンにあげようかな。フィリッシュ。そういう考えしたらあかんねん。イケメンの子はみんなからもらってるから、あんまりあれの子にあげる。うわ、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 ちょっと待って、でかでか。リリッシュや、リリッシュ。リリッシュいけるか。おーおーおー、おー、すごいぞ。うわ、横から向きはったで。その子にもあげて、この子にも、たっちゃん。ハーフ。おお、勢いすごい。おお、勢い。ちょっと残ってんのもあげようか。おっきい。はい。おーおーおお。こんにちは。こんにちは。後で乗らせてね。後で乗せて。写真撮ってあげる。俺の仲間。じゃあな、また後で来るね。どうしたん？え、釣りどこに書いてんの？俺も探してんけどさ。え？ないっぽいな。やった、やった、これまたやん、もうまたやってるやん。え、ちょっと待って、え、ヨーデルの森調べてさ、マス釣りあるって。あった、じゃあほんまにあんねん、書いてたもん、見せたやん、見せたやろ。店員さんに聞こう。うん、そうやな、探してみよう。うん、絶対あるわ、まだこれに書いてないだけ。はい、なんとですね、釣りしてませんでした。あの、一つ言ってきたいのは、もうほんまに決してこれを狙ってやってるわけじゃないんです。毎回ハプニングあるけど、これはもう行こって。けどまたプラスに捉えよう。またマス釣りで、企画で行こう。そやな。今日はもう、今日はね、もうあの動物さんとね、来ました今日は。そやな。まあもうちょっとしたら、まあピクニックで、うん、芝でも滑って帰ります。そやな。この芝滑りめっちゃ面白そうやし。な。よし、でもしゃあない。楽しんでいこうや。はい。めっちゃかっこいいやん。練習ね。いいね。はい、本番です。サモ乗ってるわ。あー、惜しい。じゃ遠い方行こうや、リコ。遠いなこれ。遠くんかな、サモさん。全然わからへん。え、すげえ。めっちゃセンスあるやん。青のところに入ってます、これ。あ、かっこいいで、今髪の毛ふさーなって。こうしよう、3本ずつ勝負で、うん、あ、いいよいいよ。真ん中に近い方の勝ちな。あ、じゃあリコ、新しい時10番にするわ。オッケー、サテヤの背番号。あー、一投目やからあれやけど、一発目からリコが。あー、さっきと一緒ぐらいや。今のところリコがリードやな。はい、ちょっと上ちゃう、それ上気味ちゃう。上や。
最後ど真ん中決めて終わらせます。ああ任しといて俺に持ってる男やから。もう一回やろうや。やろうか。もう一回勝ったんで、あの5本勝負で結果は最後に発表します。絶対負けへん。絶対負けへん。負ける気せえへん。邪魔すんのなしな。邪魔する価値もない。え、惜しい。おお、いいよいいよ。うわあおっちゃん、これセンターじゃないっすか。9番。ちょっと上。うん、入ってるな。入ってる。よっしゃーい。当たっただけ。あーそう。9と10です。真ん中入ってサービスしてもらいました。はい、負けてしまいました。負けたリコは昼ご飯抜きです。じゃあ、あの弁当捨てよう。はい、千葉滑ってきます。楽しんでな。リコ、あの足で止めんのなしな。はい、行きます。はい、お願いします。楽しい。ちょっと俺もやっていい？え、すごない？はい。うわあ！痛い！めっちゃええやん。楽しい。二人で滑る？な。行ってきます。行ってきます。マジで面白いやんこれ。あ、俺押したるわ。声で。行きまーす。マジ楽しいこれ。マジ最高のものやんこれ。何？じゃあもうちょっと遊んで昼ご飯にしようか。せやな。遊んできます。めっちゃいい感じですね。ここ。ここで食べます。お腹すいた。そう、あと、うん、あれ。ちょっとみんなに紹介したいものがあるんで。あ、あれな、紹介しよう。じゃあ、と一緒に紹介しますね。はい、しましょう。はい、紹介したいものちょっと紹介させていただきます。はい。どこで紹介すんねんって感じやけど、最近マジで一生持ち歩いてるものがあって、これです。これは何かと申し上げますと、はい、香水なんですね。これカラリアさんにいただいたんですけど、香水の定期便。そう、自分が好きなものを選んで定期的に送ってくれるサービスなんですけど、もうマジで一生持ち歩いてるよね。一生持ってる。え、ほんまにいいねん。もう何がいいって、香水ってまずでかいやんか、普通に買ったら。そう、でかいねんマジで。あれ、香水ってなんか賞味期限みたいなのがあって、賞味期限っていうか保存期限、保存期限が保存期限あるな。そう、うん、それが1年くらいって言われてるらしいねん。うんうん、4ミリリットル入ってるんですけど、この中に。そう、これやったら使い切れるやん。マジでちょうどいいよな。いろんな香水試したいやん、香水って。ちょ、聞いてみんな、ほんまにいただいたから紹介してるとかそんなんじゃなくて、え、マジで香水にはこだわっとって。めっちゃこだわってる。めっちゃこだわりやんねんな。だから俺、仕事の時、遊びに行く時って分けてるもんな。めっちゃ意外やけど。で、ルームフレグランスとかも好きやん。あの動画でも食べてる。そうやねん。これな、ルームフレグランスとかも選んだりできる。そう、しかも容器めっちゃ可愛くない？これ結構白で、さっちゃんは黒です。はい、これ俺今回はあの親友が使ってた香水をいい匂いやったから。ジョーマローンとイングリッシュ、イングリッシュペア。タツヤとタツヤの友達とかみんなで飲んだ時に、うん、女の子が全員一致でこの香水がいい匂いって言ってるの、あの時。はい、だから買いました。リコはロエベのこれ、これです。めっちゃ大人っぽい、この匂い。めっちゃいい、めっちゃいい。もうあの来月も決まってるの。え、何？一回使ってた俺。ランバンみたいな。ランバンの香水。ああ。決めてます次も。あれ白石麻衣も使ってるらしいで。ほんで、なんかカラリアさんは香りのプロの方になんか相談とかもできるみたいで、自分に合った匂いにね出会う体験ができる仕組みとなっております。めっちゃいいよ。え、マジで好きリコこれ。もうリコ次何にしよう。これはね、もう必需品。概要欄にもね、あのなんかクーポンとか載っけてるから、はい、またチェックしてみてください。チェックしてみてください。めっちゃいい匂い。何？え、これほんま好き。え、これマジで？マジでおすすめ。これね、
マジでおすすめやから。あ、これやばい、ほんまにやばいわ。いい匂い漂わせながらご飯食べますか。はい、食べましょう食べましょう。ザ・お弁当です。食べようか。マジで最高やん、ピクニック。おにぎりってほんまうまいね、外で食う。いただきます。はい、どうぞ。何にしよう。塩むすび。塩が一番うまい。マニオールの森好きやば俺。え、リコもマジでさ、年パスあったやん。年パスそうやん。買う？あ、やった。ドドチンコまたグサっていくから。そんなことしたら。あんと水かけてドドチンコグサ。あれほんま好きやね、あのシーン。これ目の前にアルパカいるんですよ。アルパカとヤギがめちゃめちゃ見てる。うまいわ。三角もうまいけど、この丸巻きのたまらおにぎりも美味しい。すごい、ほらおにぎり6個ぐらい入っとったのに全部食ってるやん。え、だってさ、ヨットもダメなん。え、リコ2つ目リコ2つ目やで。え、俺食いすぎやん。いいよ、食べてリコの中にプレス。え、ヨットもダメなん。え、知らん、俺2つ目と3つ目覚えてない。え、達也がどのペースでおにぎり食べたんか見たいねんけど。ほら、1、2、3、で、4、8、絶対無意識でおにぎり4つ食べる男。怖すぎる。太ってたもんな。太ってた、体重2、3キロ上がってた。めちゃくちゃこぼしてるやん。服汚しの天才。マジで服汚しの天才。じゃあ行ってきます。少年やん、マジで。何も持ってないんです、餌は。触ってもいい？嫌かも。服、思ったより卵ついてたんで着替えました。もうあと30分しか乗馬ないから、やばい。早く行かないと。乗馬もできんかもしれん、もしかしたら。バイバーイ。バイバーイ。あ、かわいい。バイバーイ。こんにちは。触れた。バイバーイ。ありがとう、触らせてくれて。馬乗りに行こう。すいません、ちょっと人がちょっといなさすぎて、マスクをするの忘れてしまってました。でも5分です、すいません。従業員の人しかおらへんもん。え、でも従業員の人ですらさ、おらんくない？なんか3人とかしか見てない。マジでおらん。ほんま乗馬やってんのかな。あ、カンガルーやリコ。強そう、マジで強そうやな。うお、来た来た来た。マジで強そう。金玉書いてた。はい、ヘルメットして待っててくださいとのことなので、ちょっとヘルメットして待ってきます。かわいい。え、すごいかわいい。健康そう、なんかまるまるしてる。楽しみ、めっちゃすごい見られてる気がする。今日はこいつか。アホそうなやつやな。ハンドル捕まりながらゆっくり待ってます。はい、お邪魔します。お邪魔します。あ、すごい。今の真ん中座れてます。はい、それでは動きます。レッツゴー。レッツゴー、いってらっしゃい。なんて名前ですか。この子はリリスという子です。あ、女の子です。そうです。あ、お入れしちゃいます。ちょっとお待ちください。入れしちゃってる。すげえ。あ、リリスちゃんです。どうやった。ありがとうね。ありがとう。お願いします。よろしくね。はい。では行きます。はい、レッツゴー。行きます。楽しそう。なんか可愛いよな。オッケー。ありがとう。いい経験でした。ありがとう。リリッシュ。大丈夫ですか？え、いいや。ありがとう。めちゃめちゃ賢い。女の子持ってるので特別に口元。え、結構柔らかいね。初めて触りました。めっちゃすごい。ありがとう、こんなことじっとしてる。え、すげえ。かわいい、めっちゃじっとして賢い。あ、ありがとう。すごい。ありがとう、リリッシュ。バイバイ。ありがとうございました。いましたはい、乗馬終わったんですけど、もう興奮。はい、楽しかった。なんかさ、口とかさ触らせてくれへ
へんくない？多分普通ディリッシュディリッシュあっちにおる。え、楽しかったな。マジで楽しい。もうニジマスをガンガン超えたわ。やばせ、ヨーデルの森最高最高。ニジマスなくても最高。またほんまに来たい。え、また来よう。いや、お気に入りの場所になりましたね。なりました。また遊びに来ます。ヨーデルの森に来たらイコラがめちゃくちゃはしゃいでるかもしれへん。じゃあ帰りますか。はい、帰りましょう。これはもう最高でした。連れてきてくれてありがとう。え、怖いね。もうこのままラブホテルに行こう。